もう進めていただいていいと思います。はいはい。じゃあ最初これをちょっとこのソ連軍のおじさんが楽しそうになんかやってるやつの写真を。これがサバ、2つあって、まあサバンなんですけど、ちょっと大きく分かりにくいかな。本当はこれデコボコのことあるんですけどね。楽しそうですね。なんかすごい楽しそうでね。なんか全部若い感じ、ね。これ若い感じがまた怖いんだよね。いや、まあ士官学校入ると10代終わりで入るからそうかなと思うけど。でこれってまあまんまもうアクチュアルローゲームになっちゃうというゲームに置き換えるんでしょうかね。でメリットはこのキアなんか動かすことできるから違う地形作れちゃうよみたいなことですよね。これは砂なんですか？え？砂。これは砂、うん、多分砂ですね。あの形、凹凸変えられるから。結構有名なやつじゃないですか、これ。うん。まあ宣伝写真でしょ。サテックス？あれ、アソールトとゲームシステムアバノヒルじゃないや、GDW か。ホビージャパンから出した。なんで？あれのルールブックに入ったあたり。GDW で何でしたっけ？アソールト。アソールト、うん、あの、九州っていうのはアソールト。まあ突撃ってことですね。うん、今はなき冷戦時代のテーマのゲームです。これか、そうタクティカルコンバットインユーロップ、うん、はい、ルールについてタフク特攻みたいな。はいはい、こんなものがついてたんですね。立派ですね。結構これすごいんですね。これまあ何ルールのデタンデスノートみたいな、うん、まあ、これはこれで説明ちょっと長くなっちゃうからしませんけど、どういう数値割り振ったよみたいなこと書いてある。これですね、これね。ああはいはい、それ、うん、もういかにもアメリカな、結構見たようなのあると思う。いや結構有名な、それ有名なのではだからこれは、まあまあ右の戦車が置いてあるのがと、あとでっかい方と縮尺がまあ違うよって感じ。冷戦の話だった気がする。冷戦下の扱い合い。でまあ、もうちょっと説明すると、これは、まあ、設定写真だからもう意味ないけど、真ん中の教官が棒で刺してて、うんうん、でまあ、周りにいる学生に時々に状況を説明して質問するわけですね。君ならどうする的な。右端の子はこれは子供じゃないですか。本当ですね。いくつぐらいなんでしょうね。4年学校とかかな。12歳ぐらいですね。うん、まあソ連だからありそうなという納得しても写真ですけどね。この戦車の模型が西側のプラモデルだったりすると実は笑えるんだけど。なるほど。なんかね、そんな気がしてしょうがないんですよね。なるほど。いやいや、この頃のソ連のプラモデルって私買ったことあるけど、すっごい出来が悪くてみたいな話やった売ってたんですよ、ソ連のプラモデル。まあ今もウクライナの売ってるけど、はいはい、うん、ちなみに今度の戦争でウクライナのプラモデルすごい、ね、値段が上がっちゃったんですよ。品薄になったから。そう、それは品薄になるでしょ。今作ってる場合じゃないだろうから。創業停止しちゃってますよね。で、あとこの漢文ってしたやつ、はい、日本陸軍の資料なんだけど、今日ちょっと海東空港行ってコピーってきたんですけど、ですね、どっちから行こうかな。厳選って書いてあるやつのおかげかな。まあどっちも想定なんですけど、これからやるよっていう時に今どういう状況にあるよっていう説明。あのヨーロベングゲームのところもそうじゃないですか。どういうシナリオで、うん、まあそういうふうに考えてください。だから第一弾が松戸に行けとか、まあ、色々書いて。第一弾が松戸市川付近において江戸川を隔てて敵を相対せし。なんか松戸とか市川なのにこんな中いかめしい文章なんですね。そんな戦前だからね。そんな別に今 の江戸川区がどうとか足立区がどうとか話をしてるわけじゃないですからね。面白いよね。あの敵の兄弟である切れ舞台じゃなくて、これゴジラとかにするとすごいリアリティが出て、この間のなんかの映画みたいな。これ昭和10年ってことは1935、日中戦争の2年前ですね。3年前かな。この辺りはもう左派が壊滅していて。そう左派ってだって昭和3年で壊滅しますから、違う時報ができて、うん、今松など共産党がこう弾圧されて、うん、そう、これもう35年国内線を想定してる。そういうこの調査員爆殺事件が起きて、うん、このあもうあれか満州事件も起きてるわけだ、うん、10年だから、うん、あそうか、国内の防衛線を想定してるってことなんですか、ね、うん、まあ演習ですからね、教育のために。松戸市川付近で、そうですよ、江戸川まで来てたらもうダメじゃないですか。いやいや、だから仮にそういう場合って、だからその地名にあんまり意味ないんですよ。はいはい、うん、
今川挟んで退治してるけどどうしますみたいな状況設定だということで、うん、軽部隊に来て、まあ、たまたまその辺でやってますということで、これ軽学校でやってるやつだから軽部隊なんですけど、面白いのが昭和10年なんだけど、状況設定の最後のに書いてあるんだけど、敵の追撃を阻止しはまあいいですよね、はい、で師団の退却を容易にならしようにって書いてあるじゃないですか、要するに、はいはいはい、敵の追撃を抑えて師団の主力の撤退をさせると、まあ、その援護するよっていう想定なんだけど、面白いですね、この時期で日本陸軍とはいえどもやっぱりまだまともなものを考えてるっていう、あの首都圏周辺での撤退戦争ってことは、まあそんなことですよね、まあ、確かに作戦というかあれなんだね、あのバリバリに攻撃して頭ないという脳筋じゃまだなかったので、昭和10年ならから5年ではなってしまった、ね、でまあ尾行があってどういう手持ちの部隊がいてとか書いてあって、あと問題演習役員ですね、それ仮に誰が何やるって書いてあるの、連隊長は誰がやる、本当は中尉が連隊長になるんじゃないんで、これ学生が連隊長の役を与えられてるんです、なるほど、うん、でまあその後に演習の目的がありますよね、これ学生がっていうのは、これ中尉っていうのは低いんですか、位は、これもう陸軍大学校とかそのようなエリートコースになる、キャリアの中では低いっていうことですね、ちゃんと活字も打ってるんだ、うん、でまあ演習の目的があって何のためにやってんだよって書いてあってってことですね、であとこの演習やって何に注目して研究するんだってことが書いてあって、うん、まあ午前8時40分における機械連隊の体制移管とか、要するにどういう体制にとってのがいいかとかっていうことを研究しますよと、それ注意してくださいねみたいな、でまあ部署はいいやこれは、であと事後の態度、要するにこの戦いやった後どうやって撤退するか考えなさいよと書いたんですよね、要するに戦って玉砕すればいいよっていう話は全然ないという偉いですね、まだまともなところあるところ、心のある軍隊ちゃんと勉強したのに、なんでこう、いや、なんでね、そうね、いや、不思議ですよね、その辺私としては非常に興味のあるところだけど、ゲームと関係ないんで、学歴がいいからね、でもう一個の兵器って書いた方がやっぱり同じ想定だけど、これ兵器演習用ですね、こっちは富士山6の A ってどのことか書いてますけど、状況設定が、これはあのさっきの江戸川よりちょっと大きな規模みたいな、兵器ってどういう意味なんですか、兵はまあ軍隊用っていう意味で、木は将棋の木と同じですよ、だからこの兵器で大ゲームとか駒で休む、あの5万分の1の室内に駒を置いてやりますよっていうことなの、うん、前線というの、そう、あもちろん地図も2万5千分の1、この前線っていうのは現地に行ってそこで現地戦術の役なので、だから同じ5万分の1地図使っても意味が変わってきちゃいます、これで4万5千あ5万分の1は書いてあるんですね、収容地図とか、なるほど、面白いね、赤軍人員の他のこと、赤軍じゃなくて赤軍って言うてたから、赤軍って言うてたと思うけど、あのいわゆるソ連の赤軍じゃないんで、赤軍、青軍って言うのだ、そういうことを想定しますけどね、あえて敵味方って意味で赤軍って使ってるだけで、あのアメリカ軍も赤と青で使ってるけど、はいはい、赤軍の人員って、これ実際にの名前、実在っていうか、まあ、実際に割り当ててるんですかね、そうです、これそうですね、名前が、うん、いかん以上で、なるほど、要するにあの対抗する敵の役は誰がやりますよっていう、なるほど、うん、で面白いのはゲーマー的に面白いのですね、まあこの略図があってこの地図が使えないよとかって書いてあるのがありますけども、道路不良とか書いてあって、要するに同じ地図使っても仮にここは使えませんよとかって設定先に置いちゃうわけですよね、なんでこれをやっていくと一線なんじゃないかな、で状況を変えられるというメリットが、であと地形上の、接走左のことを知ってありますけど、自分でも言うんだけどね、点線はあの基本だから馬が引っ張る作業は通せますよとか、実線の道は小さい小道なんで、うん、馬が通るくらいはできますよとか言って、あとね、箕面をと、貫る繊維保険の図が およそ甚だ不良にして情報だから歩くことしかできませんみたいなこと書いてあって、要するに同じ図使っても状況設定変えられるんですね、あと森林も書いてありますけど、奈良篠原東北森林と同程度ですって、これ言われてもどれぐらいの程度か分かんないですけどそう、ね、まあ分かりやすいんでしょうね、まあ、でも無謀ゲームだよね、本当にね、そう、要するに地形効果がいろいろあるんですよ、変えられるんですよね、なるほど、
多分地撃だから地形の細かい芝とか、これあったらこれでゲーム化できるんじゃないですか。これだってゲームでしょ、これ自体が、うん、これ自体ね。あと家屋は日本在来の統一とかね、要するにヨーロッパの金属の石造りじゃないよ、うん、あ、それを縦にできるかできないかは違うって言って、破壊の効果が違っちゃうと言われてるからね。問題って言われた。そうか、問題が出てる。この時における、旅団航空部署、要因だ、要因、左の剣を明らかならしむるを要す、航軍序列、航軍長径の概要、航軍序列、これ結局学生がこれ答え書いて提出しなきゃいけない。嫌ですね。ヤンポンタン書いたら落とされるという。そうってことですよね。兵力を分割するものは、中隊、捜索部署、午前9時における旅団長の決心、決心のみでよい、うん、要するに攻撃するとか交代するとか、どういう決断でいくのか、どういう方針を取るかってことです、うん、だから決心のみなんですよ、うん、細かいことは聞かんと、じゃあ決心したらじゃあそれでやってみましょうが演習なんで、うん、という感じですよ、まあ、こんなことやってたりいうかもしれない。じゃあ本題に入りますか、うん、今回は戦略的ウォーゲーミングと世界大戦というタイトルの章だったんですが、19世紀の後半から前回も説明したようにウォーゲーミングで使用できる地図の質が向上してって話ですね。要するに今言ったような5万分の1の地図とかちゃんと作るようになったのが19世紀の大きな終わりなので、そもそもそうなんですね、うん、まあ、それはね、ちょっとさんが専門家ですか、ね、なんだっけな、10年以上前かな、うん、剣岳天の木という映画がありましたけど、あれは日露戦争のちょっと後の話で、19世紀このところが20世紀の頭なんですけど、うん、まだ日本全国で地図が揃ってなくて、日本の真ん中に、本州の真ん中にまだ地図がないとこあるからどうしようかって映画なんですけど、で剣岳登って測量しなきゃならないよみたいな、あれはそういう話だったんですけど、でまあ地図ができたんで、ちゃんとした縮尺の地図を使ってまあプレーができるようになったと、演習ができるようになりましたねということです。でそうなるとウォーゲーミングとして実際に軍事作戦とか戦略を検証できるようになるわけですね。ここでも問題とか書いてありましたけど、で逆に言うと、この軍隊がどんどんサイズが大きくなってくるから、日露戦争の時も30万40万がぶつかるのお互いに、でそうなるとちょっと実際に人出して動かして試すなんてことができなくなるから、シミュレートするという意義が出てくるわけですよね。多分ピーター・パーラーさん一番言いたいのは、シミュレートできるようになるよってことをすごく強調したいんじゃないかなと読んでて毎回思うんですけど、でまあそうだっていうことは、軍隊の方でもシミュレーションの必要性がだんだん認識されるんだなと。でまあここでまた例によってドイツの話になりますが、ドイツのゲーミング、第一次大戦の前からドイツはクリークスピールやってましたよ。これはまあ今でも出ましたよね、はい、話として。でそれがまあ軍隊全体でも点検する手段として活用されてましたと。で今度はシェレーヘンプランみたいに、まあこれドイツとフランスが戦う時のドイツの作戦計画を想定したものですけど、そういうふうにもう図上演習クリークスピールの発展型を使って作戦計画を立てることもするようになったと。ってなると、それまでの作戦計画ってどうやって考えてたのって疑問があるんですが、かなりいい加減だったんだろうね。これちょっとイギリスのところでまあ出てきますが、その話を出しますけど、でまあ第一次大戦中にもクリックスピードを使った作戦の作戦を立てるところは何度も実行されています。でシェルヘンプランみたいに失敗するものも当然出てきますが、いろんな理由で、シェルヘンプランもちょっと説明すると面倒くさくなるんで省きます。どんなものだから、まあ、なんか本名が大体出てるんで、で一次大戦が終わって次の大戦の間まででもドイツっていうのはゲーミングの適用範囲を、一番下の方の小隊とかもっと下の単位の、まあ、戦術って言われるレベルからもっと上のでっかい国がどうするかとか、あの戦線がどうするかまでの戦略って言われるところまで、範囲を広げます。で政治家や外交指導者も交えたゲーミングもできる、行われるようになりましたと。本当に行ってたのかなという気もしないではないんだけども、してたんでしょうね。その割にあのざまって何っていうのがあるんですけど、でこれは陸軍の話で、
第一次大戦の前には海軍の方も U ボート船なんかにこれを利用していろいろと成果を上げてますと、うん、これはイギリスがまだ大あるやる前ですね、U ボートに関しては。でここで今度日本の話が出てきます。日本の話いるのかなと思うんだけど、まあ入ってるんでただまあそれなりに調べてるなってよくわかりますけど、ドイツの同盟者ってそういう書き方しないでねってなるんだけどそんなの最後の話だから、ドイツの同盟者の日本はメッケルからメッケルってのはドイツの100年来の同盟者みたいなニュアンスが全然違いますからねそんなわけじゃないですか。日露戦争の時のドイツは日本と仲悪いですから基本的には。なんかハートから見てそう言ってから、ね、うん、まあアメリカ人的な視点だなということが、うん、確かに。で、まあ、メッケルっていうドイツの軍人が日本に来て、あの陸軍大学校の教官として来るんですけど、ですね、坂の上の雲とかでも出てきますね。何年後なんですか、これ。1900年ぐらいですね、この人が来た。で4年ぐらいしかいないんですけど、影響力が結構一種の親と外人的な、親と外人ですよ、破格の給料を与えて。ああ、なるほどね。坂の上の雲を読むとすごく持ち上げてるけど、それほどのことはないだろうなって親と外国人ってクラークとかでしょ。親と外国人はいっぱいね、いますから、ね、いっぱいいますよね。ここもそれだけ減ってますよね。そうそう、急に減ってね。なんかこのメッケルが日本に来るに際して決めた理由が、あのモーゼルワイン日本で飲めるかっていう、モーゼルワインドイツのワイン、あれが日本でも飲めますかみたいな質問をして飲める大丈夫なんとかなりますよって言ってとかっていう逸話はあります。本当かねさあねまあ坂の上の雲は小説なんですね、面白く書いてるけど、まあネタはありますよ確かに、うん、調べた感じで。なんだ、でまあゲーミングの話に戻すと、あのパーラーさんはウォーゲーミングについて学んだであろうっていう疑問形で書いてましたけど、実際にドイツの軍事顧問団から日本陸軍はさっき言ったサバンとか平均してとかの授業に全部学んでます。あの共犯とかもまだあるみたいですね、資料館行くと。で日清日中太平洋戦争もそれぞれ、まあ、実施もしています。でこれとは別に、これはパーラーさん書いてあるけど、海軍の方はあのアメリカ海軍大学校の方から図上演習とか入れてるんですよ実は、うん、ちょっとこれ書いて、パラさんそこなぜか抜かしてるんですよ、あんた詳しいだろうと思うんだけどいわゆる有名な秋山実之が留学したアメリカに、その時にマハンのとこ行ってこの辺をどんどん仕入れてきてると。でパーラさんこれ書きたかったんじゃないかという逸話が、海軍大学で新時代基地とか戦艦ヤマトの艦あの船の中でインド洋作戦のゲームなんか実施した後で、ミッドウェー作戦の有名な話があるんだけど、あの日本海軍がミッドウェー作戦やる前に図上演習をやるわけですよ、うん、でその時に宇垣少将が、まあ、この人海軍の連合艦隊の参謀長なんですが、あの要はサイコロでダメージ数決めるんですけど、うん、ゲームだから、いや今の目じゃなくてとかいうふうに介入してみたいな話があって、で案の定日本は負けちゃったよって話なんですこれミッドウェーのことを調べると大体どんな本でも書いてますけど、ただこれ範囲に持ってきちゃうのはちょっと違うんじゃないかなっていう気は私個人としてはします。それがあってこなくてもやっぱ負けたでしょっていうのは、まあ、それがあったらもしかしたらとっとと尻尾巻いて逃げたかもしれないまあそれもいいかもしれない。まあでもこれパーラさん書きたかったんだろうなという感じが。でまあ、アメリカ海軍のピノー大佐の評論を抜き書きしてて、日本人は第二次大戦の全ての重要な作戦について大きいも行って、まあ、これは本当ですね、うんうん、でまあ、中央はさっき言った日本で平均して言ったのは秋山実之だよという、ドイツからのじゃなくて米海軍からだよと、うんうん、米海軍の影響だってなんで書いてないんだかちょっと不思議なんですけど、これはドイツ系とアメリカ系と2系とあったって話なんですかねでもね、アメリカ系も結局元がドイツ系なんで、そんなにすごい違いがあるってわけじゃないけど、ただドイツ系の場合は陸ばっかりじゃないですか、ドイツの場合の人の。アメリカ系それ海に落とさなきゃならないから、そこでちょっと、前回も出てきたあの海軍のウォーゲームみたいなのも入れてきて、ちょっとあの模型使ったのをやってるんですけども。で、ロシアですね。ロシアもさっきの写真があってお分かりでしょうけど、あれソ連ですけど、ウォーゲーム当然やってるわけですよ。でロシアは他国に比べて採用を遅れたって言ってますけど、でも1870年代半ばには導入したらしいと書
書いてます。で1875年76年、これ何の年かな、幕末より後なんだけど、仏戦争より後で、日本でいうと日清戦争の10年前か、に陸軍省の命令で正式に士官学校教育に取り入れられました。で20世紀、世紀の字間違ってるんでちょっと直してください。正規雇用の正規じゃなくてあのサークルの方ですね。20世紀により上級の士官やって書いてあるから、要するに日本でいうところに陸軍大学校、ソ連でいうところの、陸軍アカデミーですね。で教育にまあそこでも使えるようになって、海軍でもロシア海軍でもやっぱりウォーゲームやるようになったと。ここで書いてないけど、ロシア海軍でウォーゲームをやったのは日露戦争の前にもやってるんですけど、そこで出た結果がロシア海軍これやばいんじゃないという、で実際それがあの後の日露戦争の時の作戦行動に影響出るんですよね。非常に消極的になるという意味で。で太平洋にいるロシア艦隊だけじゃ足りないから、バルチック艦隊送り込もうとかっていうのは、それで大体結果やってみた結果で出てくるんですけども、そういった話はなぜコメントされてるんで。で、日露戦争で負けて、やっぱりさらにロシアでちょっと注目されるようになりますけども、第一次大戦前でも今度ドイツの戦争の図上演習やって、ここでも結局戦況ってうまく生かされないでまた負けちゃいますと。でそれぐらいのところ書いてあって、結論としてパーラさんはロシアの第二次大戦から前のウォーゲームの役について書かれたものとか公表されたものがほんの少ししかないんで、よくわかんないよねっていうふうに示してます。簡単に言えば、まあ公表された文章がないって、これ本現状が1990年代頭ぐらいだから、それはそうですよねということは用意してください。これ新刊出てますよね、この本だとちょっと変わったりするんですか。現状で、現状は確か2000何年だかに出てますよね、審判は。分かりません。何か買ったじゃないですか。倉原さん買ったし、僕も持ってますよ。だからまあ調べようとかしてるから、ね、ちょっとそこまでね、めんどくさいなと思って。まあ調べてもあんまり変わってないんじゃないかなって気もするけど、なんか付け足しあると面白いですけどね。倉原さんがいろいろ突っ込みあって多分面白かったと思うんだけど、今回どうも。それで今度はイギリスですね。イギリスのウォーゲーミング、イギリスがウォーゲーミングを採用したのは戦争の後だと。やっぱりこのドイツ系のクリークスピールを入れてきて、1883年、日清戦争のこれも10年ぐらい前か、そうですね、イギリスのことに何かあったかな。あれか、スーダン戦争か。まあ要するに植民戦争をやたらめったらやってた時代ですね、分かりやすく言えば。まあそんな時に採用して、あのイギリス軍としてはルールも出されたと。でここでスペンサー・ウィリキンソンって、あんまり普通の人は知らない名前がポコッと出てくるんですけども、ウォーゲーミングについて随想という本を書いてるんですよ。ちょっと補足しておきますと、スペンサー・ウィリキンソンという人は軍人じゃありません、民間人です。なんだけど軍で雇われて軍事研究やるようになる、まあ世界的に見ても本当に走りの人ですよね、軍事評論家の。民間人から入ってきてる軍事評論家、軍事研究家の、まあ、平たく言うと倉原さんみたいな人の走りみたいな人ですね。でまあこの人がウォーゲーミングについて書いてるというわけで、でその中の引用がありますけど、適切に実施されるならば、おそらく軍事についての研究の方式として他のいかなる形のものよりも有益であろうと、まあ、シミュレーションってやるのは有益だでしょうねと言っているわけですね。ですね、プロの軍人が民間人にこれを言われちゃったんですよ、イギリス軍って。この時でさっきちょっとイギリスのことが OR の話がちょっと出ましたっけ、さっきなんかちょっと言いましたよね、ちょっと OR かどうかのことって、まあいいや、それでですね、ドイツのところで、まだ OR が OR まだできてないより前でみたいな話でした。でこのスペンサーさんですね、アローコとか軍の頭脳という本を書いてるんですよねこれがなかなかの意欲作で、っていうか喧嘩売ってる本で、何かっていうと
軍には頭脳がないよっていうことを言いたいんですよ、ね、だから参謀本部ちゃんとイギリス作って考えなきゃダメでしょあなた方っていう本なんですけど、あ、クララさんも同じこと言ってましたじゃあそれぐらい当時のイギリス軍ってもの考えないで戦争してたっていうふうに、どうなのかな、19世紀の後半ですよね、ええ、そうなんだ、まあ、平たく言うと脳筋な人ばっかりいてっていう、あのイギリスのとある第一次大戦の時に参謀総長かなんかになる軍人が士官学校の時にまあいろいろ訓練するけど図書室に行ったら1回だけだったみたいなのがあって、それからいわゆる勉強っていうのは軽視されてたと、だ乗馬だとか格闘技だとかそんなことばっかりやってた、まあ、確かにそういうのを必要だったって、まあ必要なのは必要ですけど、ね、しょうがないかそれは。しょうがないのか現状憂いて軍の頭脳って本書いてもっと考えるお前たちってことをやっちゃったりです。でまあそれが入れられてあの軍のまあ なんていうの臨時雇用じゃないな、今言うと非正規雇用みたいな形でちょっと物を考えてくださいっていうふうな形に、うん、でこの人なんか知らないけど劇作家とかもやってたそうですよ、うん、いろんなことやるんですね、まあその筋では有名な人です、うん。で今度イギリスの海軍の方ですね、コロン大佐っていうこれも結構日露戦争とか調べるとちょこちょこ名前が出てくる軍事評論やってる軍人なんですけども、船と船のゲームを発明して特許も取ったと、この辺がイギリスらしいですね、うん、特許取れるんだ、確かにそっか、ね、取れるでしょうけど、でも国の研究で特許取っていいのか、そこなんですよいやでもイギリスって結構特許あるんですよ、軍人が特許取ってる、うん、であの非公開特許もあったりして、あとひどいのは他国の特許を使いたくないから他国の特許を調べて作動方式を逆にして使うとかとんでもないことをやってる国なので、一応そこはでも名目ちゃんと守るんですそれ偉いですね勝手にパクらないで特許には抵触しないようにやりますよみたいなことをなんか物の本で昔見ましたけど、でこれがまあ最初の海軍の本格的な大ゲームだとして関心を呼ぶことになります。これ今でもできるんですか、これはね多分できるはず、どっかで漁ってくれば国会図書館にあるんじゃないかな、あの駒とかはないでしょうけどウルルとかは、うんうん、駒なんか作っちゃえばいいんで、国会図書館、うん、国会図書館は今あのアクセスが楽になりましたからね、あ、そうなんですか、あの行かなくても過去の資料が、あ、アジエレ議員に引っ張れるんだ、じゃあ、いや、ものによりますが、あ、そうでしょうね、これ国会で東京の国会図書館の話ですか、それとも大英図書館の話ですか、はい、東京の東京の国会図書館の話、東京に行くかじゃなかったら昭和館が海軍の資料を結構置いてるんで探せば出てくるかもしれない、あ、そうなの、じゃあ今日はあれ見るんで、え、今教えていただけこれがあるかどうか、これがあるかどうかあ、そう、デジタルでしても取ってこれるかどうかな、それでまあコロン大佐がゲーム作るんだけど、イギリス軍人一般的にはウォーゲームって人気がなかったと、まあ先ほど言ったような頭の状態なので、うん、考えるなんてめんどくさいよという人たちも、これ市販されたとかいうことはないんだよ、これは市販してるんじゃないかな、なんか見た、あの前海軍年間って本があるんだけど、これに広告載ってたのみたいな気がするんですよ、ね、でまあ、あ、すみません、2世紀じゃなくてこれ20世紀ですね、20世紀に入ると外交と軍事政策によってウォーゲームが使われるようになるっていうから、まあこの場合のウォーゲームって多分何ていうのかな、あのテーブルトーク的にやってるんじゃないかなって、要するに外交官の役とかやって、うん、栗原さんもこの辺詳しそうなんだよね、ただその辺あんまり細かく書いてないけどよく分かんないんですけど、ね、どういうことやってたかっていうのはこの本では、で対戦の間のイギリスのウォーゲームの情報はないと、で対戦中になってモントゴメリー元帥がロンメルと戦った時に陽明ゲーミングを使って作戦を立てたよと、すごいですよね、ここまでそんなことやってなかったんだっていう、最初は何維持対戦なんだっていう、何考えてたのっていう感じですけど、それは負けますよねっていう、意外となんかこういう話聞くとちゃんとしてないんだな軍隊って感じします、軍隊っていい感じですよ私ある種の関東経験みたいな、そうとかありますよね、うん、あのね、職人芸的なところがあったんですね、うん、20世紀の頭ぐらいにイギリス人が書いた本を読むとやっぱり軍事で天才が、はいはいはい、に頼ると多いからそれ育成できないよねみたいなこと、うん、
うん、いろんな人間だから出来の良さそうなのを引っ張ってくることはできるけど、意図的にそいつ作るのは無理じゃないみたいなことを言ってて、これ今と考え方は違いますよね、うん、今だったら凡人教育したらなんとか東大でぐらいには使えるだろうぐらいの期待値あるじゃないですか、うん、ありますね、そういうのあんまりないみたいですね。やっぱり現場に立たないといけないから、とりあえず乗馬とかその格闘とかができないとどうにもならないっていう、ね、その制約があったからですね。やるけど、でまあイギリスの場合オブゲーミングあんまり流行ってなかったけども、逆にオペレーションズリサーチが出てきたと、うんうん、ちょっとここで OR 今説明するのは面倒くさいんで沢田さんの方にいいじゃないですか。これ一言説明するって無理でしょ。昔やりましたよね、やりました、デザインされてギャンブル依存症じゃなくて、いやない、ね、その前あたりだ、レーダーの有効な使い方とか先端の護衛の最適な護衛艦の数とか出してますよ、これ言うと、うん、あれか、ゾーンゾーンコントロール、これはそんな日か、まあ、まあ、オペレーションズリサーチは日本でも大和の入門とか本あるんで、まあ、ちょっと興味ありますね。的な問題に落とし込んで解くんですよ、とにかく。一言で言うとそうなんだけどね。ざっくり、もうめんどくさくなって。一言で言うとそうなんだけどさ、っていう。でもこれがなかったらゲームリオンって発達しなかったよねっていう部分もあるんですよね。ソーレアゲームとか多分考えつかなかったでしょ、オペレーションズリサーチなかった。私が好きなのはイギリス海軍が OR でやったのは船団護衛に必要な船の数、うん、護衛艦って大きな護衛ほどいいと思うじゃないですか、普通に考えて、じゃなくて最低限の席で6隻あればいいっていうのを数学的に解析して導き出してるんですよ、あと船団の大きさって大きい方がいいか小さい方がいいかっていうのがあって、うん、結果的に大きい方がいいっていう話なんだけど、なんでかっていうと海って広いじゃないですか、船団が例えば5隻の船団と50隻の船団があるとして大きさ違うけど所詮点じゃないですかっていう、まあそういうことをやってるのが終わるオペレーションズリサーチだっていうふうに考えてください。でそうすると船団1個っていくら大きくたって辺が4つしかないから護衛艦4隻いや全部守れるよねみたいな、それいやもっと緻密に計算して出してますけどね、大雑把に言っても、うん、大雑把に言ってもそういうことになります。うん、確かに数学的な感じはちょっとする、うん、図形の考えとか入れてんだみたいなね。当然確率論とかもやってますけどね、これね。で最後アメリカのウォーゲーミングですね、アメリカのウォーゲームの成長が軍事職業主義に対する伝統的不信って、これちょっと現状の役を、ま、そのまま持ってきてますけど、おそらく軍事職業主義じゃなくて職業軍人に対する伝統的不信、あるいは職業的軍隊に対する伝統的不信って言った方がアメリカ史と流れでは正確だと思います。結構ミリタリー好きな人とか保守の人ってアメリカってすごい軍事バリバリの国家だと思うじゃないですか。そうですよ、違うんですよね、実際には。そういう人は確かにいますよ、アメリカで保守のバリバリな国粋主義的、国粋主義っていうのが好きな人はナショナリストはいますけど、一方でリベラルな国なんで徴兵制とか絡んでくる軍隊ってすごい嫌いなんですよ、うん、ベトナム反戦の時は一番それ露骨に出てますけど、日本もほら大正時代とか、第一次大戦ぐらいですか、うん、結構ね軍縮とかね、そうですね、で結構軍人の首切っちゃったりして、そういう不満が高まってね、うん、みたいな昭和で今度そうなっちゃうんですけど、まあ、あれだから関東大震災に嫁を刺されてしまって、うん、大正デモクラシーに照明が変わってしまうわけですね。要は大正デモクラシーが終わってモダニズムが、結局アメリカもちょうどそれぐらいの時代なわけじゃないですか、ね、やっぱりだから軍人がどっちかっていうと貶められてたんで、うん、その後に送る反発が大きいんで、ね、うん、まあ別にリベラルってこう左翼って意味じゃないので、まあ、いや全然違いますよ日本だとなぜか左翼とリベラルが一緒になってるけど、そこは分けて考えない、特にアメリカの場合は分けて考えない。最近の朝日は右傾化が激しいですね。確かに最近じゃないですか、ずーっとで、でも最近は人選がやばい、特にひどい、ひどい、オピニオンも、でまあそうやってアメリカ一般としては軍隊って忌避されてるんですけども、まあ対象に関係する可能性もあるんで、アメリカ軍人自体はそういった戦争に備えてクリスクスピールというものを通して、まあ、自分たちが経験できない分演習で補おうとして、まあ、注目するというふうになってました。
でこれ結構19世紀の終わりですね。だから他の国と大体同じぐらいにアメリカもドイツ流のゲームを導入して、でここで面白いのが、まあ、リバモガさんという人が改良するんですけど、うん、プレイアブルなものにしたと一言で言うと、うん、やっぱり大事ですよ、スピードアップって。ダラダラしたゲームっていうのは、終わらないゲームってやっぱりやっちゃいけないそういう話でした、ね、デベロップしないとプロの世界でもデベロップ必要なんだっていう軍隊 その戦闘で終わらなかったら本当に悲惨じゃないですかいやただ悲惨なだけですただ死体がつりゃーって言いますそれで取ってみたいっていうのが1880年に、ね、これをどういう時代かっていうと、1882年ってアメリカがまだインディアン狩りとかやってる時代です。まだそんな時代です、ま、西洋劇の真っ盛りの時代ですからそういう意味でちょっと東部の人たちのエスタブリッシュメントの人たちと違うんだなという考え方がまた1882年、で、まあ、この人ストラデポス、軍事原則に基づくアメリカの戦争のゲームのシリーズっていう、うん、まあ、なんか戦争ゲームを考案して出版したそうです、うんうん、でこれ両ゲームとしてゲームとしてなかなか面白いのは、簡単なものからステップアップしてしていくゲームを作ったというところがなかなかおおという、うん、この時代にあって、ストラテゴっていうのはゲームの名前なんですか。これそうみたいです、ね、ストラテゴっていうのは結構、ただあのストラテゴじゃないですよ、ね、うん、あの軍事将棋のストラテゴじゃなくて、あれはもっと新しいゲームですね、うん、20世紀入ってあれ20世紀ですもんね。でここでストラテゴってゲームの名前だけど戦略の術みたいな、これギリシャ語なんですよ、ストラテゴって実は、うん、ストラテジーの元の言葉で戦略なんだけど、元のギリシャ語は将軍の術とかそんなような意味らしいです。で、まあ、ここでパーラさんが嬉しそうに言ってるのが、トッチャのゲームの中にはまあいろんなものがあるんだけど、現代のホビーゲーム関係者がよく知ってるものの原理を見つけることができると。例えばユニットを積み重ねるとか、いわゆる今言うと有支配地域っていう、まあ、ヘクスの前の六角形ですね。これヘクスじゃなかったと思うけど、なんていうものがもうこのゲームの段階で出てますよと。うん、でまあ、第一大戦まで出てるけど、とってのゲームってそんなに流行ったわけではないみたいですね、うんうん、実際みんな知らないし、私も知らなかったし、ただまあ多分後にチャールズ・ロバーツこれ持ってきてるんでしょうねと思いますけど、チャールズ・ロバーツ、あ、チャールズ・ロバーツ、アバラヒルの、アバラヒルの創始者ね、それで時代が飛んで第一大戦ちょっと前、1912年ですね、うんうん、アメリカで今度ウィリアム・チェンブレンという大佐が公平士官の狂気のためにゲームを考案したと、うん、でこれゲームっていう言葉使ったから行くの反感買ったよと、どこでもそうだ絶対そうなるんだなとアメリカやっぱそうなんだみたいな、何だったんだろう、まあ、日本の e スポーツのスポーツの方がすごい、うん、そこで言葉で取られて嫌う人多いよねっていう、うん、アメリカにしてそれじゃあねという、うん、アメリカにしてそうならまあどこでもそうですよね、不思議ですよね、まあ、プロのプロ意識なのかどうか知らないけど、で、まあ、1914年にサイエンティフィックアメリカ、まあ、アメリカ科学雑誌っていうところですね、うん、誰が勝つかを見るためにではなくて、結果と経験を得るために、そして、その実際にやってみた時に昨今から何か利益を引き出すためにプレーされたというふうに、サイエンティフィックアメリカってこんなもんも制作したんですね、ね、マーティン・ガードナーとか書いてるらしい、いっぱいパズルに載せてるやつですね、まあ、そこういうのもありますよ、あ、そう、うん、多分サイエンティフィックアメリカンってもうシミュレーションというふうに見てるんでしょうね、うんうん、まだ言語化してないけど、はい、そういうなんか理系のそういう考え方があるんだみたいなのが、うんうん、この段階から出てきてるんだよね、うんうん、でまあアメリカ陸軍の陸軍業務学校では地図問題の解答という中でこのゲームをちょっと評価、まあいくらか評価して使えるんじゃないみたいなのが言ってるわけで、で1930年代になって陸軍の戦争計画家が、ウォーゲームを動員の計画研究に使ったらしいというふうにパールが言ってます。でも調べられなかったみたいです、戦争計画家なんて、戦争計画、うん、まあ陸軍戦争計画家って面白いですね直訳しちゃうからね要するに参謀本部作戦家とかって言えば分かるんだけどあのこの当時のアメリカって国防省っていうのがなくてオーデパートメントだから本当は戦争省って訳さなきゃいけないんだけど、すっごい嫌がるんですよね、戦争省っていう、なんだっけ、目標3000何年っていうとかいう小説あって、まあそれアメリカじゃないんだけど、要するに3000年代のまあ核戦争がもう
始まりそうって時にインタビューされた国防省の大臣がウォーデパートメントっていうふうに言葉を使われて、いやうちには戦争しょってものはありませんみたいに反応してるシーンがあるから、うん、まあやっぱりアメリカでもいろいろうるさいんだろうなというところ、例えばそこに成功はちゃんとあるんです ね、まあ、なんかそういうのを気にしないタイプの人たちのことだけど、そうでもないんですいやいやそうだけど、やっぱり、うん、ポリコレうるさい国なんだなって逆に言えば、うん、結構そういうのあるんですね、うん、まあまあそういうちょっと背景はどうでもいいけどで、まあ、アメリカ軍にとってウォーゲーミングというのは計画立案をするよりも分析や訓練や教育をする、まあ分析と訓練や教育の必要でやってるわけだから、そういった方がメインなものでしたと。で、まあ、例外が海軍の事例があるというふうに書いてますけど、海軍ってこの後に章立てが別にあって、アメリカ海軍大学のウォーゲームというのがあるので、後でまたそれ触れることになります。思いっきりあのパラはそっちの人ですからね。で、まあ、陸軍が軍事評論誌でドイツのウォーゲーミングの役の抜粋を掲載したりもしてますと。でここまで書いておきながら、第二次大戦中のアメリカの OMC の確かな検索はほとんどない、まあ、いやあんた何やってんだよってパーランさん。まだだから、その第二次大戦だから40年から45年までで、でアメリカで50年後全公開でしたっけ、でしたっけ、だからまだ公開されてなかったのか、公開されてなかったのかもしれないですよね。でも審判されば落ちてるかもしれないけどね。好意的にはまだ書いてた時には公開されてなかったのかなみたいな気がしますけど。で、まあ結論として第二次大戦の終了するまでにはイギリスアメリカではウォーゲーミングの価値というのは全面的には受け入れ、全面的にはほとんど受け入れてないって書かれてるんだけど、まあ全面的には受容されてなかったようですねと。でむしろオペレーション立案地の方が成果を上げてて、ウォーゲーミングというのはその効果があんまりよく上がってなかったと。で次の章立てに移る場合、準備として例外がアメリカ海軍大学校ですよっていうふうに示してます。アナポリス。アナポリスのですね、海軍大学の。パラオさんとそっちの人なんでね、どっちかっていうと。まあ、陸軍については好意的ではないという。うん、でまあ、今回ここまで。ついに一章が終わり。ここの章すごい長いんですよ。いやでもなんか、いわゆるウォーゲームとして商品化されるっていうのはどのくらいの感じなんですかね。え、それは、アバロヒル以前にというんですよね。そうそう、アバロヒル以前ってほとんど海軍の以外は商品化として出てないですね。目につく形で、だからある意味アバロヒルで始めたようなところはあるんじゃないですか。アバロヒルって最初何年？50年代の半ばですね。56年代ぐらい、うん、確かに出てたか6だかなんかそれぐらいですよ。そういう意味ではウォーゲームって新しい、新しい、実はすごい新しいんですよ、ね。まあ、もちろんそのウェルズのあれを含めればもっと前ですけど、まあね、でもそれが一般に売られてね、みんなが遊ぶっていうような商品化っていう意味ではない、ではないですね、うん、いいですね。なんか全然知らない分野なんで、こういう話から聞けるっていうのは非常になんかめったにない機会なんで、私も改めて、ああそうだったんだって、こういうのあったんです、そうなんだみたいな感じ多いです、うん、そう、うん、アバロンヒルの話とか何年か、やっぱりアバロンヒルはやっぱり偉大なのか、アバロンヒルはやっぱりなんだかんだ言ってチャールズ・オーバーさん偉いんじゃないかな、うんうん、まあ、アバロンヒルやっぱりアバロンヒルなければユーロゲームなしなしって言ってもいいんじゃないですか。アバロンヒルがというかチャールズ・オーバーズがタクティクスを作ったのが1954年だそうです。タクティクス、タクティクスは最初のタクティクス2じゃないやつ。タクティクス1ってどんなゲームなんですか。スクエアの同じのタクティクス、ほぼ同じはず。2は持ってるけど1は知らないな。私もワンにしか見たことないんですよ、ね。2って言うからワンがあんだろうなと思うんですよ、ね。まあ要は改訂版というか、改訂版というか、今タティクス2版ってことですよ。まあチャールズ・ロバートの話はまだだいぶ後のショーなので、お楽しみに。いっぱい出てくるね。この後もなんかそのウォーゲームのなんか業界運賃みたいなの結構出てきてほしい。ほとんどが SPI の話だっていう。SPI の功罪って話ですね。あのウエストエンドのなんだっけ、あの名前ヘレナ・ルビンシュタインの話とか。はい、ザニガル先生の話、ね、なければウエストエンドはないです。それは間違いなくないですよ。SPI っていうのは時代に完全に今の時代に格好してるの。体感巨峰型というか、まあ、今の時代もないもん、何年かしかなかったらしちゃう。10年ぐらいしかやってなかったでしょ。最初会社っていうほどのもんじゃないじゃん。ゲームほど亡くなった会社のゲームを熱心に愛好してる人たちはいないと。なるほど。GBW とか SPI とか、まあ確かにそうですね。GBW もないのにこう
延々とリプリントされてるじゃないですか、うん、日本ではね、120シリーズ。そういう意味じゃ面白い文化って面白い文化そうですね、うん、だからメカニクスを作り直すのが結構大変なわけです、うん、メカニクスをかなりまだ共通のメカニクスで長い間使い続けてるって多いですよね。ちょっとデテールを変えるだけでいくらとも。その割には古典のアルンハム教アルンヘム教習か、うん、あれとかはリプリントされなくてシステムだけが生き残ってリプリントされてる。そうですね。同じものがやっぱりなんだ半径の問題もあるでしょうけど、うん、リプリントしないよね、なんかしてほしいの結構ある。スコードリーダーとかも今高いし。うん、コードリーダーがリプリントされたら何でしょうね、言われてみる。いや、英語ではある、あるでしょ。あ、英語ではアドバンスコードリーダーを全部やってきてはいい。あ、じゃあスコードリーダー輸入して翻訳して出して、じゃあ売れるかっていうと最初に取れないと。そうです、うん、好きな人は持ってるだろうし、いや、アルヘム教習とかは今普通にオークとかで3万円するんですよ、うんうん、アルヘム教習って要はテクスを使わないゲームですね。ボードゲームで、エリアってやつですね。街を非対称に切ってエリアクリア制にしてるやつ。あ、そうなの。ヘックス使わないゲームですね。じゃあエリア自身はいろんな形してるとこ。だから街の区画ごとに沿ってエリアを作るから、広いエリアもあれば狭いエリアもある。いわゆる外区って道路で区切られたらあれ分かんないじゃん。あそこを一つのエリアにしてみたいな走りですね、それの。なるほど、ね。